イオングループイオングループの商業ブランドマイバスケット、北海道1号店となる南五条西十丁目店マイバスケット、専属店店名ロゴマイバスケットは、イオングループのマイバスケット株式会社が、関東地方で、またイオン、北海道株式会社が、北海道にて展開している、都市型小型食品スーパーマーケットである。本校では、関東地方で、 当ブランドを運営しているマイバスケット株式会社についても記述する。2020年2月時点での関東地方での店舗数は846店、北海道での店舗数は37店である。イオングループが展開するイオンマックスバリューのような駐車場を備えた郊外型大型店舗と異なり、高齢化や人口の都心回帰に対応して、 市街地の小型店舗で徒歩で買い物に行く層を開拓する狙いがある。さらに、政府が街づくり散歩を見直しで進める大型店規制への対策という側面もある。2005年12月に第1号店である荒井町店を出店して、以来、2010年11月までに東京23区、横浜市、川崎市に約150店舗を出店。 2012年2月24日創業祭時には249店舗に達した。2012年3月には4北海道が北海道内の第1号店舗として札幌市に南五条西10丁目店を出店した。売り場面積150平方メートル前後で生鮮食品を充実させている店は生鮮コンビニと競合する。価格は 100円ショップのような気につ価格ではない。プライベートブランドであるトップバリュー商品が多く、見切り商品の値引きなど、生鮮コンビニよりも割安感を出している。お客様感謝デーによる値引きは実施していないが、毎月5日15日25日のワクワクデーや、イオン各種カード会員数が一定の人数に達したりすると実施される記念サービス期間のサービスは行われている。 営業時間は店舗により異なるが、7時24時、などとされ24時間営業ではない。チラシは原則として、新見世界展示以外出さない。例外的に、2012年2月24日の創業祭では、新聞織込みチラシが、 2012年10月23日から2012年10月28日までは300店舗達成記念で店頭配布によるチラシが配布された。マイバスケット株式会社は東京都、横浜市、川崎市で都市型小型食品スーパーマーケットマイバスケットを展開するイオングループの企業である。新会社設立イオンリテール株式会社が行っていた。 マイバスケット事業を分割し、新会社、マイバスケット株式会社に、2012年1月21日に、会社分割により、事業を承継させた。引き続き、イオンのグループ会社として、イオンオーナーズカードやイオン株主優待券、ワオンやスイカなどの電子マネーは利用できる。金券は、イオングループ発行のもの以外は利用できなくなった。看板は緑を基調とし、 ヤ号と営業時間を表記している店舗が多いほか、イオンロゴやトップバリューのロゴを看板に表記している店舗も存在する。コンビニエンスストアや小型スーパーマーケットの店舗跡を居抜きで出店を行っている例が多い。小規模の店舗が多いため、中野部三丁目店と東中野部店のように近隣店舗と数十メートルしか離れておらず。 実質2店舗で1店舗として機能している店舗もある。一方で、中規模スーパーマーケットを居抜きして出店することもあり、同じイオングループのイオンエブリ運営の鶴亀ランドから転換した、鎌田店は2フロア分の広さがあった。店舗一覧は、イオンリテール公式サイト、新店案内、店舗検索、または、イオン、北海道公式サイト、マイバスケットを参照。 住宅街に多数店舗が存在するため、多くの店舗の名前は、マイバスケット、長目店となっている。駅のすぐ近くにある店舗は、基本的に、マイバスケット駅前店となっている。ありがとうございます。